98式軽戦車系には95式軽戦車の後継車両である軽戦車。95式軽戦車の後継として1938年から設計が開発されたが、実際の試作車の完成は1939年9月に連れ込んだ。車体前高が低く抑えられ、また装甲板の接合に溶接を取り入れたことで、 最大走行圧が95式軽戦車の 12mm から 16mm へと強化されているにもかかわらず、重量も軽減された上に、速度も向上した。被弾軽視にも考慮され、円錐台形の砲塔を採用し、車体上部が斜めの走行板で構成されている。開発時には、後輪駆動の採用、油圧操縦による丸ハンドル式の走行装置を備え、 独立喧嘩による大型天輪を片側に4個有し、最高速度時速 55km を発揮する、ケニビーと呼ばれるタイプも試作されたが、量産型では従来通りのシーソー式連動喧嘩と、前輪駆動を採用した。また従来では外部に露出していったサスペンション機構は、車体内部に収められ、被弾にも強くなっている。手法には100式 37mm 戦車砲を、 採用し、95式系戦車の94式 37mm 戦車砲に比べて攻撃力が改善されている。車載機銃は、車体全面機銃と砲塔後部の機銃を廃止し、砲塔前面に主砲同軸に配置されている。このため、敵不評への即応性が大幅に向上した。これに伴って砲塔は二名用となり、偵察能力も向上した。 しかし車体に対処手法の開発は遅れ、100式 37mm 戦車砲が正式化されたのは1941年のことである。エンジンは、統制100型空冷直列6気筒ディーゼルに変更され、消音器は、機関室の右側面後方のフェンダー上に一つ配置されていた。本社の燃料タンクの搭載容積は128リットルで、あった。 98式系戦車は95式系戦車より多くの面で改良されたものの決定的な性能差にはつながらなかった。このことから日本陸軍ではすでに生産が軌道に乗っており信頼性も十分であった95式系戦車の生産を優先して行った。そのため95式系戦車の生産数2378両に対し、 98式系戦車の生産数は113、量にとどまっている。本社の改良型に2式系戦車ケトがある。ありがとうございます。